母が明治42年に3歳の年に一家で台湾に渡ったわけです。だから第二世に当たるということになります。台湾総統府に勤めておりましたので、総統府の中に入った時はね、本当にもうどっかから父が出てくるようなね。阿妈我总讲啊，我的外婆从来没有见过自己的爸爸妈妈。我太太哦，万丹米娜，万丹盖。元気ですか？病気してると聞いたけども、心配ない？年末に。え？年末に。何？亡くなったろ？なあ、早かったな。愛品や愛品や小弟小妹全然の3、4、5人お母さんが大きくしてくれた。お母さんのことを思い出すとすぐ泣いてしまいます。私はまあ笑いや永久に異邦人である。船に乗って日本へ帰る時にね、船の甲板で2人でね、大石かの山こぶなつりしかのか、おも泣けるね。弟と二人でね、もう台湾の島が見えなくなるまで歌ってた。とにかく祖父の代お世話になったところなんですよね。ですからね、本当に感謝してますね。それが一番ですね。マサル光。ああマサルやか。でマサルマサルだ。その時若い時ね、相撲上手よ。よかった会えて。台湾に生まれてよかった。ね。ママ、我看到啊呢，我看到恁老母呢。哎呀，我你看到恁老母的梦啊，我看到啊，妈妈。